沖縄手帳発行人の時間。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら、ウチナーのことをもっと知りたい皆さんに、沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。今日は第277回です。はい、ぐすーよ中和がらめだ沖縄手帳発行人の前城です。また今日も1時間弱お付き合いいただきたいと思います。沖縄は梅雨に入って、少し鬱陶しい日が続いています。天気予報では今日は、ね、雨だったんですけど、いい天気になってきましたね。暑い1日になるかもしれませんね。そうですね、すごい天気良くなってきましたね。はい、梅雨の晴れ間ですね。今日もよろしくお願いします。はい、さて、番組を通して魔順沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の小読み、タッチ今日は先週の振り返りですね。そしてミーチメインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問、リクエストを募集しています。ぜひご参加ください。メールアドレスは沖縄手帳@gmail.com okinawatechou@gmail.com です。また YouTube ライブとツイキャスで映像と音声も配信しております。各局の YouTube、ツイキャス検索してみてください。そしてサイマル放送はリッスンラジオまたはマイチューナーで聞くことができます。同時放送です。こちらは全国のラジオ局から FM ギノワンを選んで聞いてください。こちらは完全に同じものをお楽しみいただけます。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです。この番組は山陰札の提供でお送りします。今日の小読み沖縄手帳からうんぬきやびら。今日は5月11日火曜日です。旧暦は3月30日土のと羊。今日過去の出来事は米民政府解散、米軍支配に幕、1972年の今日。そして1988年の今日、座間味村の宝家住宅、国の重要文化財指定という出来事がありました。再放送をお聞きの方は今日は5月16日日曜日です。今話がありました通り、ちょうど復帰の日が5月15日ですから、その直前に当たるんですよね。うん、そして5月15日が復帰の時は月曜日でしたんで、まあ、13日が土曜日、14日が日曜日で、明けて15日が月曜日で、雨で復帰を迎えたということなんですね。そしてその前の11日が米国民政府が閉庁式をやった日なんです。うん、でついでに5月とかを見てみると、県内の初のリース会社、琉球リースができたとか、
明日12日だと県内初のクレジット会社、オークスができたとかがありまして、実はこれらの会社はいずれも復帰直前の駆け込み設立なんですね。復帰してしまうとそれぞれややこしい手続きとか法律がありますんで、その前に設立してしまえということで、ドルで資本金が作られて2、3日ですぐ出来上がった形で復帰を迎えたと、まあ、こういう慌ただしい時期でした。あ、なんか大きい買い物とかもその時に、あ、はいはい、買い家とか駆け込みあったんじゃないですか。うん、復帰の時に為替差損っていうのはですね、はい、ずっと長い間固定相場制の円ドル360円があって、それが変動相場制に変わったんで、その時の差損、為替の損が発生すると、それを国が一部保証しましょうという形になったんですね。ですから預金も一時凍結されて、預金の残高に対して保証金が出ると。で、まあ、これちょっとつまんない話ですけど、専門分野です。目端の聞いた人たちはですね、硬貨は、銀行窓口に持ち込んでいくら持っているって人を確認してもらって持ち帰るんですよ。で、手元のドル紙幣には鉛筆の基準で確認をしたという収支をつけるんですよね。で、いくら持ってましたと。で、実はこれは、この米国のドル紙幣に通貨交換の確認のシールを貼るということだったんですけど、土壇場になってアメリカが拒否したんですよ、ね。世界通貨であるドルにそういうことは認められないと、でやむを得ず、もう土壇場になって拒否されたんで、しょうがないって、この鉛筆の消しゴムで印をつけたという、どうしようもないドラクサなんですよ。へえ。ゴム印も準備してたんですよね、はい、手持ち道の確認をしたことを示すスタンプですね、はい、だからそれもアメリカが拒否したんですね。通貨っていうのは国の顔なんで、はい、そんな落書きを書いたら困るということで拒否した。したがって後で聞いたんですけど、とても目端の聞いた人は大量の小銭を持って、それを今日はこの銀行のこの支店で確認してもらって、印なんてつけられないから、うん、次へまた別の支店に行って確認してもらったということで、うん、何度も繰り返して、結構利材を稼いだといい人がいた時代ですね。はいはいはい。わ、すごそう。なんかもういっぱいそういう類のどさくさ紛れの、はい、ね、はい、こういうのがもう一回あれば今度は儲けてやるぞと思うんですけど、なかなかないんですよね。はあ。あと、ゆきさんが言ったのは復帰直後に日本は高度成長だったんで、すごいインフレになったんですね、うん、だから復帰前の借金があっという間に目減りしてしまったんですよ、うん、一般の人たちは復帰した直後のインフレに対してはものすごく苦しい思いをしたわけですね、うん、でも借金を持っていた人たちはその分借金の負担が減ったんで、うん、もうとても重たい借金が復帰して2、3年経つととても小さな借金に変わっていったという、まあマジックみたいなのがあった時期なんです、うんうん、もう一回同じことがあればちゃんとうまく立ち回りますけどね。すごい。そういういろんな例も聞いてみたいですね、また。そうですね、はい、で今日はですね、これまで 4.28 とかサンフランシスコ講和条約などの難しい話してきたんですけど、はい、この 4.28 があって沖縄、日本は独立して沖縄は米軍支配下に入ると。そして5月16日に沖縄は日本に復帰するわけなんですけど、その復帰する前の根拠はこのサンフランシスコ講和条約なんですね、はい、その講和条約の中で米国は、まあ、信託統治云々が入ってね、信託統治をするまでの間、米国が沖縄の全ての行政権を行使する権利を有するということになったわけですね、うん、でアメリカのいかなる提案にも同意するという本当に屈辱的な条約で沖縄はアメリカ政権が移ったわけです。で復帰するときはどうだったかというと、この考え方に基づいてアメリカ側は沖縄における全ての利益とか権利を放棄するということになりますね。そして日本政府はそれを受け継いで、受け継ぐというのは書いてなかったな、義務を行使しますということなんです。沖縄、つまりアメリカは
いらなかったら放り出すと、権利を放棄するということだけで済んだということなんですね、うん、ですからアメリカ返還なんですよ。もういらないから返すというのが返還だということになっちゃったわけですね。だから今日は1972年の返還日直前の話ではなくて、前回に引き続いてですね、このサンフランシスコ講和条約 4.28 の元になったサンフランシスコ講和条約について少し見てみたいなと思います。なんか学校の歴史の勉強みたいな形になっちゃいましたけどね、はい、でも学校でやらないんじゃないですか、そんな詳しく。学校ではね、なかなかこういう現代史はやらない、うん、そうすると今現代史はものすごく取り上げにくいというか、もうどういう解釈をするかということで政治的な議論に走っちゃうわけですね、はいはい、日本ほど現代史についての議論がしづらい国はないのかな、どうなのかな、不思議な世界になっています。現代史というのがなかなか分かりにくくなっていますので、逆に言うと知っておく必要があるのかなと思います。いろんな見方ができるということですね。でもなんか沖縄だけは特別、こういう沖縄にとって重要な歴史ってあるじゃないですか、はい、ありますよ。それについてこの社会で触れてほしいですけどね。さ、そう、そうなんですよ。これはぜひね、うん、学校でも教えてもらいたいんです、うん、まあ、本当はね、日本人自体が世界的な見方に立った近現代史を勉強して、それを常識として身につけていくっていうのが必要だと思います、うん、そうしないと世界に通用しないようないびつな自分の国の中でしか理解できないような奇妙な議論になっちゃうわけですね。戦前の新国史観みたいなのが歴史教育を害したのと同じようなことが起きかねないなとは思ってます。うん、まあ学校でやらない授業をじゃあこの番組でねぜひ今日もお願いします、はい、そういうことになっちゃいました。はい、はい、では今日の小読みでした。はい、今日の出来事に、はい、あ、じゃあ一旦 CM です。ツイキャス純也さん来てます、こんにちは、はい、純也さん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。沖縄手帳発行人の時間、では今日のメインのテーマに参ります。1951年9月4日から9月8日、サンフランシスコで連合国と日本国との講和会議開かれる、はい1951年のことですね。このサンフランシスコ講和会議で、日本この日まで日本はアメリカ、連合国軍の占領の下にあったわけですね、はい、そして、国名も本当は大日本帝国が存続していたんですよね、はい、でこの日のサンフランシスコ講和会議で、全連合国が集まって協議をして日本の独立を認めるということになるんですけど、うん、連合国が、ね、なんとね55カ国があったらしいんですよ、はい、我々は第二次世界大戦とか太平洋戦争というとアメリカあるいはせいぜいイギリスぐらいかな、中国とか考えるんですけど、なんと敵国は55カ国もあったということで改めてびっくりですね。お、はい、
まあ、世界事業的に回していたようなものですよね、はい、でその時にサンフランシスコ講和条約が開かれて、そこで大多数の国の同意了解を取って日本は独立をすると、うん、だけど沖縄にとってはそのサンフランシスコ講和条約の第3条で沖縄とか奄美は日本から分離してアメリカの信託統治に置かれるというか、アメリカが信託統治に置こうと思えば、置いていいよと、でそれに関するいかなる提案にも同意しますと、で信託統治の提案がなされるまでの間はアメリカ軍が全権を行使して構いません、構いませんというかアメリカが行使する権利を有していますという条約だったわけです。いい方、はい、これに基づいて、はい、沖縄は日本ではなくなったわけなんですね、うん、さてですから4点、このサンフランシスコ講和条約が発効した日が、日本にとっては主権が回復した日だとして祝う人もいたわけです。また沖縄から見ると分断された屈辱の日であると、うん、あれ復帰運動の時はこの 4.28 をシンボルの日として扱っていこうということになったわけですね。まあ、そんな中で前回も取り上げましたけど、天皇メッセージっていうのが明るみに出てきたわけですね。復帰したから後ですけど、うんうん、実は沖縄が米軍支配下に切り離される根っこといいますかね、その原因の一つには、昭和天皇がマッカーサー司令官を訪問してアメリカ軍が琉球地区を、うん、半永久的に25年とか50年とか、占領することを希望するということを述べたというのが明らかになって、うん、もう沖縄の人たちは大きなショックを受けたわけですね、うん、それがまあ2番目の屈辱と言ってもいいんじゃないかと思いますね、うん、で最近2013年に日本政府、まあ、これ安倍内閣の時ですけど、この 4.28 で日本は連合国の占領の下から独立したんだからこれを祝おうということを閣議で決定しまして、主権回復の日 の記念式典を開こうというふうになったわけですね。沖縄から見ると、そんなこと言っても沖縄はまだ米軍の方に切り離された、沖縄はこれ屈辱の日と言ってきたんだからそれを祝うのはけしからんじゃないか、沖縄ではこの日に抗議大会が開かれたわけです、うん、でまた前回も申し上げましたけどこの時には平成天皇もこの主権回復の日の式典に参加をされているんですけど、いろいろ漏れ聞くと平成天皇はその時に政府からの案内に対して沖縄はまだ米軍の支配下にあったんではないかと、主権回復の日として祝うのはいかがなものかと非常に珍しくね、政府の提案に対して批判的なコメントを述べたというのが伝わっています。またこれを裏付けるような資料もたくさん出ていますし、平成天皇が沖縄に来るちょっと前に何度目かのね、来沖の前に沖縄に触れて 4.28 について触れてですね、この時に日本から切り離された痛みというのを本土の人は分かち合わなきゃいかんというのを述べたということもあったわけなんです、うん、だからこの番組でもよく天皇制の問題が取り上げていくんですけど、天皇というのは国の国民統合のシンボルというのになっていますので、そのシンボルが沖縄をどのように理解しているのか、どのように包み込むことができるのか、昭和天皇が残念ながら切り捨てたということが何度かあったと同じようなことが繰り返されるのであれば、天皇は日本国民統合のシンボルにはならないだろうなと。ただ平成天皇の場合は昭和天皇のやった数々の間違いといいますか誤りがあったわけですので、それをどうにか取り戻さないといけないということで懸命に沖縄に寄り添い続けたというのは事実あったんだろうなと思うわけです、うん、でさて話はちょっと取りまして、米軍が日本を占領するときに、天皇を戦犯として裁くかどうかというのは非常に大きな話題、議論になったわけですね。でそのときにマッカーサー司令官はマッカーサー司令官の心理作戦を担当したセクションはこういう意見を出しているらしいですね。戦争で捕まった日本の捕虜をいろいろ尋問していく中で一番抵抗が少ないのは天皇に対する質問だったということなんですね。
でほとんどの捕虜たちが天皇陛下の命令があればいつでも直ちに降伏する武器を置くと、うん、いうことは幾度に言ってたらしいんです、うん、でそこから出たのが日本を占領するときにもし天皇陛下を逮捕する占領戦犯にかけるとなるととて到底あの無事な日本占領というのを行うことはできないだろうと、うんうん、逆にあの天皇を利用する形で悪いのは軍部であって天皇はむしろあの平和主義者だと、そして天皇は国民のためにあの我が身を犠牲にしてもいいとおっしゃったというようなことで、国民が占領に協力するように仕向けた方がいいんじゃないかと、うん、いうことが提案されてマッカーサーはそれを採用したと言われているわけですね、うん、でその時に米軍の作戦心理部長の方がですねあのこういうことをアメリカに対してアメリカ本国に対して言ってるんですね。あの日本人にとって天皇というのはアメリカ人で言えば教会の十字架のようなシンボルだろう、うん、だからこの十字架を取り外せとかこれを焼き捨てろというとあのとんでもない混乱が起こると、うん、むしろこれを利用していくべきだということがあったらしいんです、うん、さてあの沖縄がその復帰するまでの間27年間米軍の占領下にあったというのも皆さん知ってる通りなんですけど日本でも、まあ、降伏してからこのサンフランシスコ講和条約が発効されるまでの間1952年の4月28日までの間6年と半年ほどはですね連合国軍の占領のもとにあったわけなんです、うん、意外にあの日本がそんな6年余りも占領のもとにあったというのはあの分からないというから忘れてしまっている人も多いんですね。6年って結構長いですね。長いですね、はい、この間我々は終戦記念日8月15日から起算しますけどあのアメリカ側の記録から見ると8月14日にはもう各地でどんちゃん騒ぎをしてるんですね。沖縄でもですね、うん、で沖縄の人たちは一体 何をアメリカ兵は騒いでるんだろうなと思ってたらしいんです、うん、つまりこれは連合国軍から日本国に対してあのボツダム宣言あの無条件降伏の勧告が出るわけですね。でそれを受け入れますよという回答は8月の14日にやってるわけです、うん、そして翌日の8月15日に正午に国民に対しまして、天皇による玉音放送終戦の詔書というのが読み上げられるということになるわけです。でこの8月15日の天皇陛下の放送の原稿も8月14日付なんですね。だからあの敵対していたアメリカの方が先にこの情報を受け取るわけですから、まあ、8月15日の前からどんちゃん採用していたわけですね、うん、そして、9月の2日にあのちゃんとした降伏文書に対する調印式が行われます。ですから国によっては9月の2日を V で、ジャパンに対して勝利した日として祝うというところも非常に多いわけです、うん、ではその敗戦の時から52年の4月28日まで連合国軍といっても実態はあのアメリカですけどね、四国とか中国あたりにはあの英国連邦イギリス軍だとかオーストラリア軍とかニュージーランドの軍隊が駐留してましたけどほとんどはもうアメリカが日本を占領していたんです。話は余談ですけどあの海軍の太田少将ですねあの海軍号で自決をして後世県民に格別のご後輩あらんことを望むという電報を打った方ですけどその娘さんがあのニュージーランド軍の将校と結婚してるんですよ。とても不思議な気持ちがしたんですね。僕が見てみるとこの太田さんの出身はあの神戸か広島かどっかなんですね。で娘さんはそこに進駐していたニュージーランド軍の事務所でそこの基地に勤めてその将校と出会って結婚したということでそれでニュージーランドの方に結婚して住んでるんだろうなというのが分かったんですけど、うんまあ、ごく一部アメリカ、英連邦軍がいましたけどほとんどはアメリカです。だからアメリカが占領していたと全く一緒なんですね、うん、でその6年余りの 米軍というか GHQ の占領の中で、当初の占領方針は
あの平和国家を作るということなんですね、うん、民主主義の国を作ると。で二度とあの軍部とか軍国主義者が力を持たないようにしようと、これが最大の狙いだったらしいんです、うん、でその後東西対立、つまりソ連との西側民主主義国との対立が非常に激しくなってきて、中国大陸では蒋介石の中華民国が負けて台湾に逃げ込むと。で北京で毛沢東率いる共産党が中華人民共和国の設立を宣言すると。で一方朝鮮の方ではソ連の後押しを受けて北朝鮮が作られるわけですね。でこれに対抗して南側ではアメリカの後押しで、まあ、大韓民国ができるというふうに、朝鮮が2つに分裂をしてしまうわけです、うん、この2つの国は後で朝鮮戦争という大きな戦争を起こしちゃうわけですね、うん、でその頃になるとアメリカ軍は沖縄に対する支配をもっと強化して軍事基地化しようと、あるいは日本自体を軍事基地化していこうというふうに思うようになるわけですね、うん、でこの時に前も話したことがあると思うんですけど、アメリカ軍が沖縄を占領した直後、日本侵攻のための出撃基地として沖縄を使おうということでどんどん整備をしていくんですね。ところが日本軍が無条件降伏してしまうんで、アメリカ軍は沖縄をどう使おうかという目的を一時失ってしまうんですよ、うん、そして沖縄に対する軍需産も相当削減するということで、沖縄はアメリカにとっても忘れられた島になってしまったというのがありまして、うん、この時、アメリカ軍の中でもどうも出来の悪い連中は、当面何も使う予定がない沖縄に送れということで、沖縄は、まあ、質の悪いアメリカ兵のたまり場になったと言われていますね。で軍事予算も減らされるんで、住民に対する配給も何もできないと、一番最悪の事態があったらしいんです、まあ、いずれにしろこの間日本では戦犯追及が行われて、天皇が人間宣言をして憲法が制定するというような民主化の動きがあったんですけど、中国で共産党政権が成立して朝鮮が対立が激しくなって朝鮮戦争が勃発すると、日本はその朝鮮戦争の後方基地になっていくわけです。でアメリカ側も沖縄はもうこれは永久使用すると、そして、軍事基地をどんどん強化していくということで、沖縄では一旦もう使われる予定がなかったようなところまで基地が作られて、それこそブルトーザーと銃剣で土地を取り上げて基地をどん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 増強していくということがあったわけです。で面白いのは沖縄戦があったんで、そこをアメリカ軍が占領して、これは戦争中、戦争継続途中の占領であると、まあ、いうことでかなり強引な政策を取ってきたわけですね。で奄美大島では戦争は行われてないわけです。ところが奄美大島も戦争の翌年の1946年1月29日に、GHQ 連合軍総司令部から沖縄と一緒になるようにということで本土から分離されるんですよ。奄美にとっては迷惑だったかもしれませんね。これなぜ奄美を分離したのかなというふうに考えるとですね、一番大きいのは第32軍といって、日本軍の沖縄守備隊、まあ、南西諸島守備隊ではあるんですけど、それの管轄縄張りが奄美から南だったんですね、うん、だからそのエリアは、沖縄で戦った日本軍のエリアだということで、第32軍自体の領域を全て占領するということになったのかということですね。あと一つはアメリカ軍は当初から沖縄奄美